去年やコロナで試合できへんかってやっと再会した時あったやん、うん、あの時になんかサッカーできるのってなんか平和の象徴は言い過ぎかもしらんけど、うん、なんか平和に日常を過ごせてるってことなんやなって思って、うん、で再会したあとってもちろんその勝ちたい気持ちっていうのはあったけどそれ以上に試合できること自体うれしくて。うん 試合でうまくいかんがっても、セレッソの試合を見れるってこと自体が、なんか嬉しくて、うん、選手も思いっきりプレイできてて、あ,あ、ほんま素晴らしいなっていうのを思ってて。うん、で、まあ、時間経ってきたらやっぱ元の感情というか、もうス、うん、セレッソ絶対勝ってくれみたいな気持ちで出てくるし、もちろん応援って選手が勝ちたいと思ってプレイしてるから、まあ、その気持ちが出るのは当然やと思うね。うん、で、昨日、 川崎に2回リードがあったけど最後負けてもうたやん、うんでまあ、めっちゃ悔しくてなんかこうお腹の底からもうカッカくるような感じ、うん、もう勝ってったやろみたいななんか怒りとかじゃないし何やってねんとかじゃないんやけど、うん、なんかもうほんまに悔しいなみたいな気持ち <laughs> でもなんかそれと同時に試合、うん、後のよしとが川崎サポに歓迎されてるシーンあったやん、うん ヨシメタわざわざピンクにしてくれて、うん、なんかセレッソサポーターに継承みたいなニュースもあったやん、うんうん、でコロナでや、うん、経営が大変なクラブってめっちゃ多いし、うん、ベテラン選手いまだにチーム見つからんみたいなニュースもあるやん、うん、でもなんかヨシ野みたいにベテランがまた活躍してくれてやでほんでサポーターに愛されてる援それも元ったチームのサポーターに、うん、もうほんますごいなって思うね、うん なんか、J リーグの価値というか、かスポーツの価値というか、なんか今、ワクチン接種とかも始まってきて、ここから少しでも早く社会が好転していったらいいと思うし、まあそれまでや、なんかこういう J リーグの素晴らしい風景、ほんま素晴らしい風景だったと思うんやけど、まあ絶対なくしたらあかんなと思うし、未来に繋げていかなあかんよなって思ったあのシーンを見て、うん。まあ、 負けたか悔,しいで悔しいけどなんかその試合後のシーンも含めて、うん、素晴らしい一日というかもうワンシーンやったなって思ううん、うん、悔しいけどな <laughs> 次勝つけどな次勝つ時はもうその吉田の200ゴールでとかなかバシッといってほしいな知らんけど。